ご視聴ありがとうございます。この昼プニチは、いつもの鉄道を使って、天馬町まで移動していました。世間は、相変わらずのコロナ禍ですが、乗客は戻ってきているようで、車内の混雑はコロナ禍以前の水準に戻っているような感じでした。乗客の多い車内は密閉、密集、密接の3密を満たし、クラスターが出そうな感じがしますが、車内換気は適時行われているので、多分大丈夫でしょう。とりあえず降りて、ここまで乗ってきた 2122H を見送ります。改札を出て、地上に上がりました。左右に横切っている道路は、国道1号。つまり今の下道における東海道のような存在です。さて、今いるこの天馬町という駅ですが、実は、改名するか否かの議論にかけられています。2020年5月の時点では、この天馬町は駅名改名の対象から外れていましたが、駅名に厚田という地名を入れるべきという意見が、一定数おり、そうした意見を無視してはいけないというのと、厚田神宮の正門、正しい入り口は南側に位置し、正門へは天馬町が一番近いのですが、今の駅名ではそれがわからないというような理由があったらしく、再び駅名変更検討の対象となり、厚田神宮天馬町という少しくどい気がする案が出されています。で、ここで疑問に思うのが二つ目の理由、天馬町が厚田神宮正門に近いというが、どれぐらい近いのかということです。ということで、今回は、天馬町から厚田神宮正門までの徒歩タイムを計測し、天馬町の駅名改名理由として、厚田神宮正門に近い、というのが成立するのか検証していきたいと思います。それでは早速ストップウォッチを作動させ、国道1号を道の方へ歩いていきたいと思います。国道1号と国道19号、そして国道247号との交差点の一つ手前、厚田宝来県神宮店の駐車場の看板のところを右へ曲がります。すると、前方に鳥居が見えてきます。そう、これこそが厚田神宮の正門です。ここで、ストップウォッチを止めてタイムを見てみます。結果は5分20秒36、つまり5分程度で天馬町から厚田神宮正門の前まで移動できるということがわかりました。5分程度なら、天馬町が厚田神宮正門に近いというのをもっとアピールしてもいいかもしれませんね。ということで、今回は、天馬町の駅名改名の理由の一つである、厚田神宮正門に近いというのが、本当かというのを検証してみたという内容でお送りしました。2021年、COVID-19 などの理由で初詣できる世界が来るのかわかりませんが、もし厚田神宮へ地下鉄で初詣に来られる際は、例年混んでいる神宮西から西門というルートを避け、天馬町から正門というルートで来てみてはどうでしょうか。それでは最後に、この看板に書かれている通りに天馬町へ向かった際のタイムを示して、この動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。